前田明、船木正勝の離脱。そこへ追い打ちをかけるようにさらなる激震がビッグマウスラウドを襲う。すでに発表済みであった新日本プロレス棚橋弘至対柴田勝頼の一戦をビッグマウス側は一方的にボイコット。このボイコットが原因で新日本プロレスとの関係は絶縁状態に。混迷の中迎えたビッグマウスラウド第4戦、窮地に立たされた平成の狼たちが最大の正念場を迎える。